大阪南場駅大阪南場駅は大阪府大阪市中央区南波4丁目に所在する近畿日本鉄道近鉄阪神電気鉄道阪神の駅である駅番号は近鉄が A01 阪神が HS41 近鉄と阪神の共同使用駅で駅自体は近鉄が管轄しているため当駅には近鉄駅長が配置されている近鉄は 南馬線の起点であり、奈良線列車の大阪側のターミナルとなっている。奈良線方面に直通する列車は、特急から普通まで全ての種別が発着するが、大阪線方面に直通する列車は一部の特急のみとなっており、特急以外の列車は当駅には入線せず、大阪上本町駅地上ホームから発着している。これにより、当駅から特急以外で、 大阪線方面へ行くためには、大阪上本町駅不正期間のいずれかの駅での乗り換えが必要である。1994年から2003年の間は、夜間を除き境特急もすべて近鉄上本町駅、地上ホームから発着していたが、2003年3月6日のダイヤ改正より境特急賢島駅列車の始発駅が一部あたり駅へと変更され、2004年の ダイヤではさらに増発されて、現在に至る。2009年3月20日、西九条駅から東駅まで、阪神西大阪線が、延伸開業されるとともに路線名を、阪神南波線に解消し、同線と直通運転を開始した。なお、阪神南波線の開業後も東駅は、近鉄の管轄駅となっている。大阪南波駅と、駅名解消する前も、 近鉄特急においては東駅行きの列車に関しては、名古屋など遠方の駅では当たり駅が大阪側のターミナル駅であることを強調するため、大阪、南馬駅と案内することがあった。これは同じく特急の始発、終着駅である大阪上本町駅でも同様、大阪上本町駅であった。蒸気のような管理的な呼び名が広く定着していることや、 阪神電鉄との共同使用駅となることから直通運転開始に合わせて駅名を近鉄南波駅から大阪南波駅と改称された。なお、ホームに電車が到着した時などに自動放送される駅名は大阪南波、南波ですとなっている。阪神線内では梅田駅をターミナルと位置づけ大阪梅田と案内しているが放送上は正式駅名の 大阪南波で阪神線の駅構内案内看板では南波方面と表記されている。2004年まで存在したプロ野球球団の大阪近鉄バファローズの1997年から最後の年となった2004年までの本拠地、大阪ドームには近鉄の管轄する駅の中では最も近い駅だった。地下通路を通り以下の路線との乗り換えが可能である。 各線のナンバーを称する駅のほか、近鉄日本橋駅も地下街、ナンバーウォーク、虹の町で結ばれている。なお、近鉄京阪な線、生駒ままでは、旧、東大阪線と地下鉄中央線の連絡乗車券は、長田駅経由と指定されているため、地下鉄ナンバー駅を経由することはできない。島式ホーム一面、式ホーム一面による二面三線の地下駅で、 南北に貫く大阪メトロ御堂筋線、四つ、橋線の下を通るために、東西に並行する千日前線ホームと同じ地下3階にある。改札口は東西2箇所に設けられている。桜川方面へ向かって、折り返し線が一本あり、近鉄南波線方面からの折り返しに用いられている。西側の引上げ線は一線で、発着本数の多さにもかかわらず少ない。 そのため、特急列車は、メイン乗り場を、ホーム前より、大阪上本町側にし、後ろ寄りの空いたスペースに次の列車をいち早く待ち、させる、重列停車の手法を取ることもある。なお、かつて3本あった引上げ線のうち2本は、西九条から延伸された阪神南波線の、本線線路に転用されたため、桜川駅西側に新しく2本の引上げ線が、設置され、 回送列車は、桜川駅で折り返す形態が取られるようになった。そのため、阪神線直通の営業列車を含め、当駅で乗務員交代は行わず、近鉄の乗務員が当駅桜川駅間も、引き続き乗務する。ただし一部の当駅発特急列車は、近鉄日本橋寄りの渡り線を使用して、直接1.2番線に入線する、折り返す前の列車が、回送列車の場合のみ。 自動改札機はすべてピタパー以降か対応。ピタパーや、相互利用できる IC 乗車券を利用する際乗車記録として表示される表示は、阪神線を利用した場合は、阪神大阪南波で、近鉄線は、近鉄大阪南波となる。自動券売機は西口には、阪神専用の自動定期券発売機も設置されている。なお、自動券売機で、 近鉄全線、阪神全線、梅田駅を除くの乗車券、神戸高速線、花熊駅を除く、山陽電気鉄道、神戸電への連絡乗車券が購入可能なのは当駅のみである。近鉄の特急券、定期券は共に、有人窓口及び専用の券売機にて即時、購入が可能。自動生産機は、当駅設置の阪神専用自動券売機は、 IC カードが使用できない。日中時間帯では、毎時0、0分発の近鉄名古屋駅高特急、6時と7時以外の10時以降は10分発の賢島駅、30分発の近鉄名古屋駅、オッツ特急が発着している。毎時50分台の宇治山田、戸場駅、オッツ特急は、大阪上本町駅地上ホームからの発着であるが、6時40分発、宇治山大駅特急。 20時から22時の毎時50分には、東駅から松坂、名張駅のオツ特急が運行している。夕方以降は、奈良駅特急が増発され、伊勢島方面へも、賢島駅特急の代わりに、鳥羽、松坂、名張駅の特急が発車することにより、日中時間帯と同様に、近鉄名古屋駅の毎時零零分発高特急と30分発、オツ特急と合わせて、 1>, 1時間あたり後から6本の発車となる。当駅を境に、奈良方面、天ヶ崎方面とも、下りとなる。このため、奈良方面から来た列車は上りで、阪神に直通となる列車は、下りとなるが、列車番号は、隣の桜川駅で変わる。阪神南波線から来る列車はすべて東、花園駅等へ直通となるが、天ヶ崎方面駅は5時3分あたり。 駅始発の一番列車以外は東花園伊藤からの列車となる。阪神側からの快速急行の一部、毎時3本のうち1本程度は、当駅にて近鉄の名阪特急へ待ち時間なしでの対面の理解が可能。ただし乗り換える場合はあらかじめ該当列車の特急券を購入していること前提となる。また、もともと接続を考慮したものではないため、 快速急行が延着しても、接続待ちはせず、名阪特急は、帝国通り発車する。近年の1日乗車、乗降人員は、下表の通りである。南波新地、現、中央区南波の大胸中央、御堂筋と千日前通りが交わる南波交差点に、近接し、大阪南の繁華街が広がっている。その他、南界隈を発着するバスなどは、南駅、 大阪市ティアターミナル JR ナンバー駅を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。